今日電話で通報した時に本音的な部分とかまあいろいろ話してたんですけども、まあそういう話したらね結構風吹くんですよ。ある意味風力発電つけた方がいいですね。そこそこ何言えば安定してこう風が吹くのかもう分かってるから、そのまあ風力発電まあこれぐらいの大きさのものとかでもあるんですよ。まあ小型のもので、まあ、屋根の上にその風力発電だとか、まあ、ベランダの空いてるスペースだとかで、河川の上に水が蒸発しないように浮体式の、太陽光パネルを浮かべておく、これが正解なんですよね。まあ、今日どんな内容を言ってたかって言ったら、その順序を全部整理整頓していうことですよ。これはなかなかそういう立場に当てはまる人はいないんですけども、皇室の人たちが僕に弁護士をつけてくれてね、今までの件を解決してくれたらよかった。で、あと、まあ、結婚話に関しても、ある一定の回答を佳子さまが返答してくれたらよかった。っていう話をね、今日、本音でね、警察官の方に通報した時に言ったんですよ。そしたら風当たりが強くなってるって。言葉の意味の通り。だけども、これ本当のところね。台風が発生しそうなところから風取ってるかもしれないですよ。その方が効率いいですから。防災にもなるし、風力発電でね、発電できるから。で、これタイミングは重要で、ある程度のこういうね、時期になってきてからの方がね、まあまあ寒くはない。まあ冬場でもある意味その、これは、ね、洗濯物の話になったらまた話が変わってくるんですよ。冬場って洗濯物なかなか乾きにくいじゃないですか。そしたら風吹いてた方が、やっぱりある程度洗濯物、風吹いてた方がだいぶ早く洗濯物乾くんですよ。本当に本当に。だから、家電メーカーはやんちゃなものを昔から発売してるじゃないですか。自動乾燥機、電気使いながら。あんな横暴な家電ないですよ、本当に。ごめんなさい。ごめんなさいね、さっきちょっと動画で撮影してるときに、面白い話の方コンピューターから言われてきて、まあ、それでちょっともう、今日、14時前から、13時45分ぐらいから、もう本格的に、ちょっと笑い始めてしまってるんですけども。だからまあ、屋根の上やっぱり、小型の風力で、まあ、台風来ても壊れない程度のもの。で、もう、これはもう、設置できる場所と設置できないところがあると思いますよ。瓦の上はもう、まず無理でしょうね。まあ、塀がなければね、地面の上とかに設置しておくことはできるでしょうけども、まあ、あとは工事費用とかかかるから、まあ、その辺のところはね、各ご家庭の諸事情で。屋根の上は、そういうふうな風力で。で、まあ、太陽光パネルは、河川の上ですね、日照効率のいいところから、設置していくと。もう日本中これだけ、ね、河川の面積、あとダムもそうですね、同じですよ。水溜めておいた方が、結局はそこから地下水ストレートトンネル発電とか設置したら、そこで発電できるわけですから、どちらにしても門から排水したりしてますから、ある程度発電できるような迂回路とかを作ってるとかは記載されてましたけども。けどこの間、天の瀬ダム、京都府の宇治川上流の、小さい系のところで何って呼んだらいいか僕も分かんなくなるんですよ。天と書いて、小さい系と、まあ、瀬戸内海の瀬。で、ダム。で、どう見てもね、ど真ん中のところを開けて排水していて、まあそこにまあ今はその発電できるタービンとかついてるのかな、一応そこ
内部で迂回路を作っていて、その迂回してるところからだったら発電できるみたいなことも書いてたと思うんですよ。発電できるようにするでしたっけ。うん、だからまあ、ただまあダムにしても河川にしても両サイド山があるところはもう日照効率良くないですから、それだったらもう街中の下流の河川、例えば向こう側の下流のところ、あの甲府橋とか、まあ上の方は宝塚駅の近辺のところぐらい、あの辺りで、まあまあビルもそうですね、ビルがこう鍵になりそうな範囲のところには付帯しか置かないで、あの日本中の河川の面積総合したらものすごい面積になりますから、もうどうせ全部が全部引けるわけないですから、日照効率の良さそうなところからしっかり引いていくと。で、あとはまあ河川水門解析、地下水流ストレートトンネル、回電扉式発電の設置してるところ、まあそこから先はもうほとんど海だから、もうそんなところ浮体式の太陽光パネルを設置しても意味ないですから、どうせ生産能力が限られてると思うんですよ、その採掘できる金属云々とかによって。な、太陽光パネルの生産スピードはものすごくこう上がってるわけでもないみたいですから、やっぱり資源の採掘できるそのペースに合わせて太陽光パネル作ってるんじゃないかなというところですね。あとはまあ能登半島なんですけども、まあよく晴れた日、もちろんそれは兵庫県プラス大阪府プラス京都府プラス滋賀県プラス石川県がよく晴れた日に行かなかったら、とんでもないことになりますから、電子機器スマートフォンとか雨に濡れたらもう大変なことになりますから、まあだからそういう時ですね、行く時は。以上です。 Thank you.